矢作橋駅は愛知県岡崎市矢作町場場にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH15。何かが使用可能である。準急、普通列車がすべて停車し、平日朝には一部の急行も停車するが、優等列車の数が名鉄の準急停車駅で最も少ない。 準急は深夜と平日の朝ラッシュ時しか運行されず、同じ名古屋本線にある、準急停車駅の有松駅や大里駅ほどには、休行の特別停車が設定されていないためである。2003年まで平日を中心に夕方以降にも、休行が停車していたが、東岡崎駅まで普通列車が毎時4本、直通するようになったことなどもあり、次第に減少していった。 八両編成対応の島式、相対式二面三線ホームの地上駅である。他に留置線が一本と東部線向けのバラスト、搬入線が一本ある。始発から午前8時30分までの時間帯のみ、駅員が配置されているが、駅員が不在の時間帯は、駅集中管理システムが稼働する。改札口は、北口と南口の2カ所で、有人窓口は、 北口のみにある。南口は JR の西岡崎駅開業と前後して新設された。自動券売機、自動改札機、自動生産機、エレベーターなどが設置されている。朝は名古屋方面への通勤客や岡崎情勢高等学校の生徒などで賑わう。ありがとうございます。